大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということで2017年4月9日もちろんあのゲームの話なんですけど、この前ね募集した1年生入学希望ね、方ドラッと来てます。ドラッとはい、ということでね頑張ってまあ書類選考なりありますけどないけどないよそんなもん、ないけどとりあえず希望からね入れれるとこ入れていこうかなと思います。で完全にねプロが転生プロがランダムになったのでいるかいないかまあもちろんその時の年によって変わってくると思うんですけど、まあ転生プロがまず名前変えないで天才は顔が変わるで名前を変えていくという形になります。うん、ではそこそこかいい選手来てくれますようにお願いします。ワクワク。これね実はね3年生の方1年生がいい選手いなかったらなんだろう頑張ってこう本を集めていこうかと思うんですけどね。ではいきます。せーの、はい、どうですか奥田くん、戸田くん、転生プロいなさそう、平林くん、遠山くん、秋男持ってる、金井くん、いぶし銀、角田くん、お、いいね、秋男いっぱい持ってるね、なんか女の子みたい、大月くん、土田くん、通り F、 なるほどね、天才はいなかった。はい、ということでこの8人ね、今からドラフトしていきたいと思います。ドラフトっていう言い方もちょっと変だけどね。はい、ということで、名前を当てはめていこうと思います。そしてね、前回のコメント欄の方に採用とかね、ドラフトドラ1かまあ採用とかね、書きますんでそちらの方を見ていただいてなおかつこの動画を見ていただければと思います。はい、ということで、今年の2017年はこのメンバーでいきたいと思います。惜しくも選考から漏れた方はすいません。次回また動画ね募集してますんで2018年版をね期待していただければと思います。ちょっと1人ピッチャー足りんかったなと思ってね、ちょうどね9人おったんですよ。9人いてピッチャーの分がちょっと漏れちゃったんで申し訳ない。また次ね、応募していただければと思います。ではこういう形でこのメンバーでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で2年生の状況を確認しながらね募集なかった1軍と2軍入れ替えてみたいと思います。さあ練習していきましょう。入学式てーん。さあどうするか、これねちょっとね悩んでるとこがずっとありまして、バランスが一番いいよっていう話聞いてるんですけど、まだまだねうちマックスじゃないんですよ。もちろんね土が白だしね、なんでしばらくはちょっと機動力を鍛えていきたいなと思います。足でなんとか勝っていく感じ、まあ微妙になったけどね今んとこね。まず一回こう起用法確認しながらいきましょう。はい、という形になりました。まあファーストがいないっていうのと、まあ、キャッチャーばっかだったんですよ2年生3年生がなのでそこ申し訳ないなと思いながら、まあまあこんな感じでやっていきたいと思います。ただねこう見る感じではよ、まあ3年生2年生はしゃあないとして、まあ、ピッチャーを今から鍛えていかないといかん。めっちゃ頭いいやん、めっちゃ今回頭いいよ。ということでね、まあ、ティガーさんとリリシアさんをメインに考えて、キャッチャー A がついてますからね、を頑張って鍛えていく感じになるとは思いますけどね。まあ、ぼーちぼしですよ、ぼーちぼしましょう。ただ練習試合とかいっぱい来てくれんと話にならので、まあまあ、ちょこちょこ練習していく感じにしましょうかね。2年生とかね、3年生はまあいいとして、やっぱ知らない人の名前っていうわけじゃないけど、やっぱりこう視聴者さんの名前がね、ずらっと並ぶ方が楽しみはあるよね。頑張れ、誰々っつって。この顔が黒いね、日焼けしてるのは完全に2期だよねみたいなね、この放送っていいかね、いつも生放送してから放送っていう癖がついてるけど、動画見ていただいて誰々がこういう性格なんだなとか、あこの人よく来てくれてる人なんだなとかね、初見の方ね見ていただいたら少し楽しいんじゃないかなと思います。なんで漏れたんだよっていうのはね、ほんと申し訳ないけどね。一応ね、ランダム発生装置っていうアプリがあって、そこでランダムで選ばせていただいてます。まあ、3分の2やったからね、まあなんとも言えんけど、なんか1しかねえなー、こっちプロ野球選手踏みてんだけど、そこ。まあまあ、ここらはもう本当はね、すっ飛ばしてもいいんじゃないかなと思うんですけど。あ、そうだね、夏まで飛ばすか。よしよし、オッケーオッケー。じゃあ夏まで飛ばしましょう。で、なんか面白いことがない限りは、夏の大会の前まで一気にすっ飛ばします。
ではでは。はい、ということで夏の県大会の組み合わせ抽選、佐伯商業、おー前評判 D だ、これ嘘じゃなければいけるねいやいやいや、やっぱね D とかめちゃくちゃ強い時あるから、あのしっかりと勝っていきたいなと思いますけどね。まあ公式戦ちょっと手前まで飛ばしましょう、飛ばしましょう、行きましょう。オーダーねしっかり見ておきましょうね。あと2位ぐらいあるからどうしようかな。3分でもう1あればいいな。よし、7月、さっきね、あの飛ばした状況からするとここまで飛びましたよという話で、まあ、少しねこう能力がスライダーが少し上がったりとかはしてるんですよね。直球上がったよとかね、この辺のピッチャーが1年生ピッチャーがコントロール上がってきたよとか、スタミナ上がったよとかね、ミートが上がってきたよとかあるんですけど、まあね、一番特質として気になるところはやっぱり足かなと思うんで、まああとはこれパワーがあったよとかね、足がついに、お、左右次郎がついに A になった。さっきまでね、あの B だったんですよね。いいねいいね、もう走って勝てるチームを作っていこう。でここヘラも足が速い、いいよ、俺がついに73まで来たね。代打持ってるからね、もう代打以外じゃ出る気ねえからね、ショートいないからね他にね。まあこの選手頑張ってショート鍛えていかないかんのやろうけど、守備力俺の方が高いからね、不思議と。頑張ってね平山くん、足も上がってきた、パワーもいいね。よしよしよし、ここでしっかり上げていかないとね。はい、という感じでございます。はい、で、公式戦手前なんで次回の動画で、公式戦をやっていくという感じでお願いしたいと思います。1なければこのままバイバイちゃうんやけど、1ないね。練習指示ここで引いてもしゃあねえしな、今終わったばっかりですな。はい、ということで今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃーん。